はい、リソランテキメラの筒井です。今日はパンチェッタとナスのトマトソーススパゲッティ作ります。今日の材料はこちらです。じゃあ早速作っていきます。まずナスです。ナスはよくナスをこうフライパンで炒めてパスタにすると思うんですけど、今日はナス炒めないです。ナス炒めるのって結構時間がかかるのと、やっぱり油をよく吸ってしまいます。ですんでちょっとゴロッと切ります。ゴロッと切ると余計に火が入りづらいですけど、今日はフライパンじゃなくて違う方法で火を入れます。これまず入れます。で、切った時にナス少しアクありますんで、これはアク抜きます。ちょっと水につけて軽く混ぜてください。もう何十分もつける必要ないです。もう表面のアクを取ってもらったらそれで結構です。もうこれでいいです。少し水が紫になって表面のアク取れました。で、これ水を切りますが、ペーパータオルなどで拭く必要はないです。そのまま電子レンジに行きます。お皿に並べてください。で、塩します。で、塩したら全体を混ぜる。で、オリーブオイル少しかけます。もうこれぐらいです。オリーブオイルこれだけです。全体にちょうどツヤっとするぐらいです。もうこれでいいです。この食べた時によくナスがこう油を吸ってぐちゅっと油が出てくるっていうのがたまにあると思うんですけど、ナスを揚げたり炒める時に油を吸ってしまったりってなると、まあイタリアンじゃなくて中華とかもそういう時があると思うんですけど、そうならないように電子レンジです。まあ、ナスがこれぐらいの量でしたら、まあ、大体2分ぐらいでいけると思います。まずはパンチェッタです。今日パンチェッタ使ってますが、ベーコンでも構いません。なければソーセージでもいいです。まあ、豚バラをそのまま入れていただいてももちろん構わないんですが、パンチェッタの方が、まあ、熟成からくるその旨味の強さがやはりあります。まあ、できればパンチェッタ、あとはちょっとスモークの香りがついてるベーコンにしてください。じゃあニンニク切ります。ニンニクが苦手な方は香りだけつけていただいて取り出してもらっても構いませんし、ニンニク好きな方は少し刻んでいただいて入れてもらったらいいです。で、今日ミニトマト、半分に割って8分の1です。やけどしないように気をつけてください。蒸気が出ます。もうこれで火が入ってます。もう少し水が出てれば水を切ってください。で、食べていただいて、塩が足りなければここで塩をしていっていただくともう味が馴染んで使いやすいです。玉ねぎです。
今はまだあの新玉ねぎなので少し粗くてもいいですし、もう少し新玉ねぎが終わってくればちょっとネギが固くなってきますので、少し細かめに切ってもらったらいいと思います。じゃあ酢を作っていきます。まずはオリーブオイルです。でそこにニンニク入れます。これも皆さんよくやるニンニクの香り出すっていう作業ですね。オリーブオイルが冷たいうちに入れていただいて結構です。あの熱くしてしまうと入れた瞬間に焦げてしまいますので、冷たい状態から入れてもらったらいいです。で徐々に温度を上げてもらった方がいいです。少しニンニク色づけてあげるぐらいの方が、香りが出てきていいです。もう小さく切ってますんで香りはもう十分今出てます。ですので冷たいオイルの状態からちょっとずつ温度を上げていただいて、少し色がついてくるぐらいまで炒めてもらったらいいと思います。でパンチェッタ炒めます。でこれニンニクを色つくところまで炒めると、今度パンチェッタが炒めれないので、ちょっと手前ぐらいでそのあたりでパンチェッタを入れてあげて、最後パンチェッタも炒めながらニンニクもちょうどの色についてくれたらベストです。まあ、それがちょっと難しいなっていう方は逆にパンチェッタ先に炒めていただいて、そこからニンニクをやっていただいても結構です。で玉ねぎ入れます。で玉ねぎ入れるともうあの水分が出てきますんで、もうニンニクはここから先は炒めててもあまり色はつかないです。ですんでニンニクとパンチェッタを先に炒めてから玉ねぎを入れてやる方がいいです。もう火加減はずっとあの中火から弱火ぐらいにしてます。強くしてしまうとタイミングを逃しやすいです。ですので、まあ、中火から弱火ぐらいでゆっくりタイミング見て、その一つずつの状態がいいと思った時に進んでくれるといいソースが出来上がると思います。じゃあパスタ入れます。今日はスパゲッティにしてます。まあ、スパゲッティでもどちらでも構いませんが、トマトソースなので、まあ、あまりあのこってりしたソースでしたらもっと太いものがいいと思うんですが、まあ、今日はどちらかというと少しあっさりめ、トマトとナスっていうパスタですので、あまり太くない方が相性としてはいいと思います。じゃあ玉ねぎがしっかり炒まって少し透明になってきます。こうシャキッとした状態だとあのトマソースにした時にまだシャリシャリ感残りますので、しっかり炒めてください。で比較的これもパンチェッタからの油が出てますので、もう炒まるのは早いです。ここにトマトの水煮缶を入れます。でここから煮込んでいきます。まあ、煮込むと言ってもこのトマトの、水分を飛ばしながら甘くしてやるっていうことなので、長時間煮込むっていうわけではないです。でここでナスを一緒に入れてもいいんですが、今これトマトがまだ煮詰まってないんで、トマトの味が酸っぱいですね。これ酸っぱいんで、今ここでナスを入れてしまうと酸っぱいトマトの味をナスが吸ってしまう。ですので、
ナスはまだ入れなくていいです。ナスは最後の方まで待ちます。このトマトが煮詰まって十分に甘くなってから入れます。太いパスタもしくはショートパスタみたいに分厚いものはしっかり茹でた方が美味しいですが、細いパスタはアルデンテの時間が短いです。太ければ太いほどアルデンテの時間が長いんで、まあ多少時間が余裕を持ってできるんですが、細いパスタはアルデンテの時間が結構短いので、まあ、これぐらいかなっていうところになったら少し慎重になって揚げるタイミングを見ながら少し早めに和えてからの時間も逆算して揚げてもらったらいいです。ですので、まあ、大体1分前に揚げるっていうのを一つの目安としてます。もうちょっとですね、もうちょっとトマトソースに煮詰めます。でパスタも一度煮ていただいて、まあ熱いと思うのでちょっとこう食べにくいと思うんですけど、まあ持った感じでいくとまだちょっと横に広がるっていう部分がありますので、まだ硬いです。トングなのでつまんでもらったら大体のその硬さの感覚っていうのは見えると思います。でこれぐらいにまで煮詰めます。で煮詰めてやるとこのトマトの酸味がしっかり飛んで甘い状態になります。まあ、イメージしてもら、してもらうと、まあ、トマトケチャップはトマトの酸味があまりないと思います。トマトの凝縮した味が濃いんで分かりやすいと思いますが、まあ、トマトケチャップのようにそこまでのことはないです。ですが酸味はもう結構なくなって甘みが出てきてます。一度ここの状態まで煮詰めてください。でここにパスタを揚げると今このソースボテッとしてます。そうするとこのボテッとしたソースと和えても和えづらいので、ここでパスタを茹でてる煮汁を少し入れてソースを少し緩くして柔らかくしてあげます。こういうことです。これぐらい柔らかくなってると和えやすいです。でここでナスを入れます。で生のトマト、これも事前に使用してますので、ですので生のトマトのフレッシュ感と食感プラストマトソースの凝縮感と甘み、まあ、これを2つ入れてやることによってよりトマトらしさをフレッシュと加熱っていう両方を感じるソースになると思います。まあ、ちょっとしたことですけど2種類入れてあげる方がよりいいです。ちょうど少し固めに揚がりました。まあ、僕たち大体その1分前ぐらいをおすすめするんですが、まあ、パスタ揚げるのにちょっとやっぱり時間がかかるわっていう方はもう2分ぐらい早く揚げてもらっても別に構いません。まあ、1分半でも2分でも自分のその揚げるペースにを揚げるペースを見てもらって茹で時間決めていただいたらもっといいタイミングが取れると思います。まあ、基本的にもうソース味出来上がってますんで、あとはまあここで味をつけるっていうよりもここはもうパスタのソースをパスタ自体にしっかり絡めてあげるっていう工程です。ですのでもう味はもう食べて美味しい、塩味もちょうどいいっていうところまでもう決めておいてください。あとはもう和えるだけで、最後にお好みでエクストラバージンオイル、もしくはお皿に盛ってからかけていただいても結構です。じゃあ盛っていきます。このパスタのソースと
パスタ自体があまりこうソースない方がいいですね。全部きれいに絡んでて汁気が出てこないぐらいがちょうどいいです。こんな感じです。今日最後にバジリコ飾ります。これ一番最後にちぎりながら乗せてもらう方がいいです。もしくは食べる人に各自ちぎってもらって食べてもらってもいいぐらい、香りのものは最後にしてあげるのが一番いいですよ。はい、完成です。Thank you.